ドバイで何かやられてる方ですか？めちゃにやいいねー、いいねー、ここかっこいい、ここやばい。行きますか。行きます。お願いします。欲しくなるな、欲しいですね。欲しいね、ほんまに。 LX600 でお見せさせていただいて、もう本当にフルオプション。これはひとまずちょっと、俺もウーロン茶と俺もグレープフルーツ、グレープス、買います、買います。おまさか。さあ、リキ選手、はい、リキ選手、リキ、リキ選手、リキ、リキ、もう引退されます。確かに引退した人みたいな。広報の方です。広報の方違いますよね。違う、46万、一応背番号回ってますから。小崎亮太選手ね、リキ、今日はちょっとレクサス松山インター店に、はい、あの僕ら2人お邪魔してね、もうリキ、なんと素晴らしい車をね、試乗させてもらいましたよね。で、まあ今撮影終わってね、撮影終わったんですよ。もう本当にね、こんな最高級車をね、試乗させてもらっていいのかというぐらいね。どうでした、試乗してみて。最高級、来ましたよ。たまらんかったね。たまらんすね。で、リキもなんと、なんと、その最高級車を。言っちゃダメ、言っちゃダメ、言っちゃダメ、言っちゃダメ。本当にね、もう危ないよ。ここまで出てた。ここまで出てた。ここまで出てた。ガチャガチャして。レクサスの前にいますから。レクサスあるんですから。レクサス。レクサスですから。新幹線でね、こんななんかガチャガチャしたらまずいんでね。頼みますよ。本当にね、あの皆さん、ものすごく楽しい貴重なね、あの動画になってるんで、ぜひちょっと見てもらいたいなと思ってます。ね、まあ、最後まで見てほしいですね。そうやね、最後まで。なんで、いや、衝撃的な結果、ね。衝撃的な。クッククッククッがあるけど、もう皆さん、並んでいらっしゃるんですよ。社長も見られてる。社長も今日は来ていただいてるんですから、はい、ちょっと。HMC のスポンサーさんですよ。そうよ、もう本当にね、HMC。あの常にね、あのレクサスの松山インター店の皆さんにも応援していただいて、ね、サポートしていただいてるんで、これからも頑張っていきましょう。はい、もう皆さんもね、よかったらレクサス松山インター店の方にね、遊び来てもらいたいなと思ってます。皆さん存分にご覧ください。どうぞー、リキー。まさか、まさかレクサスさんの格好が、俺マジでミスってる。リキー。これよ。やっぱね、TPO。TPO。LX でいい。あ、もう。RX って聞いてます。それはいいですか？なんでも。リキ君が見たい方で。両方見たいです。うぅ。ガラスでいきます。はい。うわ。この中、納車ですか？納車ですか？中にちょっと手にします。よい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 よ。弊社試乗車の LX600、これはすごいなー。リーキー、これはやばい。松田選手似合いますね。似合うな、リーキー。白かっこいいよ。ちょっとマジで不合格。待って、不合格。このいやいや、もうドバイで何かやられてる方ですか？なんかめっちゃ似合う。マジでめっちゃ似合う。いいんですか、見させてもらって。これはみんな欲しくなるね、これ。今4年目になった LX600 っていう車で、このモデルは昨年の11月に発表になって、まだ中で半年ぐらい買ったモデルです。まだ愛媛県内ではまだ、今、多分指で数えるんですけど、走ってない。へぇー。確かに、めちゃめちゃかっこいいですね。でこのモデルは、日本には2015年に前の3代目のモデルが日本で初めて導入されて、なので7年越しでモデルチェンジをした、もう完全に一新した新型のモデル。何人乗りなんですか？これ基本は7人乗りです。今日は4人乗りもあるんですね。すごいな。タイヤもバカでかいね、本当に。森さん、顔、俺の顔ともう比較しても変わらない。あんま変わらない。地獄やそれ。俺の顔とんでもなくでかいやんそれ。こちら何インチになりますか？22インチです。
こちらは25インチ。ちょっと大きい。ちょっと大きいか。ちょっと大きい。ちょっと選ぶんが。ちょっと。すごい。品があるんですから、レクサスさん。本当に盛り上げるようだね。品もなくちゃダメだ。リキア、まだ似合う、ほんの後ろ姿も。濃いですね。今、横越しに伸びたリアのこのテールランと、あとはこの新しいレクサスの文字ロゴに変わってます。これも夜は暗いところに行くと、一目でレクサス、LX って分かるデザインになってます。え、これは俺の顔の方がこれでかいんじゃないかな。でもね、かけくん、オリグの顔がでかいな。まずい。めっちゃでかいな。買ってる俺の選ぶね。いやー、選ぶんか。削らなあかん。削らない。本当に。どうぞ。いきます。おいいねー、ここかっこいい、ここやばい、かっこいいね、モニター、かっこいい、かっこいいっすよめっちゃ似合う、めっちゃ似合うな自分の車みたいな、やば、どうぞ、でしたら、おはようございます、はい、後ろめちゃくちゃかっこいいぞ、めちゃくちゃかっこいいぞ、これはすごい、これめちゃくちゃいいっす、めちゃくちゃかっこいいっすね、これモニター何よりそのレクサスで初めてモノディスプレイって2画面デュアルで、はい、上が 12.3 インチで、下が7インチのディスプレイになってるんですけど、上 の, あのナビディスプレイですね、はい、がメインのモニターになってます。こちらで音楽の設定だったりとか目的地の設定、そういったいろいろな設定ですねができるようになってます。なるほどね、見てもかっこいい、中はもう抜群の機能がたくさん備え付けられてる、機能抜群ですね、すごいね、ここから見るこのボンネットいいですけど、たまらん、たまんない、たまらんや、ってかトラックみたいな一応老舗ちょっと確保って言い方悪いんだ、真ん中ちょっとあのボンネット少し凹凸が確かに、これあの前方の老舗確保するために少しへこませてます。あとはあの空力の性能って言ったら風をうまく流さるこの形状になってます。ちょっとじゃあ試乗っていいですか。大丈夫ですよ。3パーク行きます。3パークあんな狭いとこ通ります。確かにちょっと怖いね。ねえ、ここのいや、ちょっとこぶろっと、はい、よくでした、皆さん走るコースでご覧ください、お願いします、お願いします。じゃあ、行きますか、行きます、お願いします、行きます、行きます、すごいな、これ右車線でお願いします。右車線、今ちょっと運転しただけでハンドリングの軽さだって、ね、めちゃくちゃ軽いです、軽いんだ、へえ、1つ前のモデルは結構重かった、そうなんですね、男性の方でもちょっと片手で運転できないぐらい、そうなんですけど、今回ハンドリングものすごく軽くなってるので、女性の方でもやっぱり運転しやすいって言ってたんです、スピード出せるコースって言ってみたいと思います。松田選手似合いますね、似合うね、リキ、いやほんまにね、マッチしてるよリキこのLX とね、この色のブラックもなんか力って感じ、これはマジでいい、もう力が夢中じゃん、もう運転しやすいっすわ、これたまらん、あすごいね、めちゃくちゃいいっす、欲しくなってきました、欲しくなるな、欲しいっす、欲しいね、ほんまに欲しいね、このまま家の駐車場止めようかなアルファード置いて、はあ、アルファード交換してもらっていいですか新しい、新しい交換してもらっていいですか新しい買いますか買いませんか、そう交換してもらっていいですか、どうですかこれ携帯置いて充電できるんですか。で、あと実はこの中開けていただくと、なんか冷蔵庫に、冷た、すごい、ほんまや、すごい、やば、これ閉じたらそのままずっと冷やせるってことですか。使っていただけます、すごい、飲み物はもちろん、夏場でもあのアイスなのか、アイスのLX の
もちろん大きい車で、ね、はい、ちょっと車の下の部分とか結構見づらいって思うんですけど、はい、今回この床下透過映像って車の下の部分を透明で映してくれる。確かにそういうことですね。すごーすごすぎる。これまっすぐ止まってないんだ。今まっすぐだね。これでまっすぐから見た時にあの駐車線あるとこだったら平行に止まってるかなっていう確認が。すげー、これはすごいすごいね。でこの画面はバック入ってる時だけじゃなくて、うん、いつでも出せます。じゃあもう周りに人がいないかとか、そうです、なんか物がないかとか状況とか、できます。すごい機能がすごいな。すごいな。これは走る時が左側の そちらです。おすごいよ。これはこれはすごいね、リーキ君、うん、これはもう気持ちがだいぶ揺らぐんじゃないの。揺らいでますね、これは揺らいじゃうね、これ、うん、いやすごいな、これこれはすごいね。これはいい。じゃちょっとよかったら正面から見てもらえて、はい、おーすごい、確かに。え、これすごい、どんだけ上がるんですか、これすんごいね。おお。すごい。おお。すごいな、これは。一番低くなった。これはあの凸凹な道を走るときには車が一番高い状態にして、まあ車のボディスラーレンをしてくれて、あとあの走行少し速度が速くなったときには車の状態を安定させるために車高が低く抑えてくる。ドーンときますもんね。森脇と一緒でドーンって俺の顔と森脇と一緒でドーン。どっちが振るか、ルーリーキー。いやそれはもう、はい、それはこっちです。聞かんでわかるね。黒目も飲んでない。聞かんでわかる。これはすごい。ちょっとじゃあ見積もりを行きますか。出してもらいましょうか。でまず最初メーカーオプション。ただもうこの車メーカーオプションすごく少ないので、もう一つずつあの説明していきます。ホイールですね、にすると385,000円のメーカーオプションになってます。うん、これ変えられます。迫力ある方が好きなんでしたらもう絶対こちらの方がいいです。うん、ですよね。はい、パーツ、さ特に付けられる方結構多いです。確かにね、一回迫力違いますもんね。見てみます、写真の違い。おー閉まるね。ちょっとこの画像だと見えづらいんですけど、ここの木目のところ、うん、これが、うん、この炭で装飾した炭ブラックというものになってます。いやー、かっこいい。かっこいいね。めっちゃかっこいいじゃないですか。言われるがままに。そうなるよね。そうですね。そうなるですね、この。オプションは。オプションだけで。オプションの K。もうオプションだけで。で、また、あともう一個あります。まだある。最後は僕のコーティング。で車から言うコーティングは大事。コーティング大事やな、私の最初のね。渋いオプションだけで。オプションオプション186,360円。あと LX の税金のところもちょっと大きいので、税金で40消費用のところで2つ合わせて約55万円。かあ、これはひとまずちょっと、ね、うん、ウーロン茶と俺もグレープフルーツ、うん、ちょっと乾いちゃったさ、ちょっと乾いちゃうよね。喉乾いてね。ちょっとリップも欲しいぐらいな。取り付けたりとかして、いや、お待たせしました。いやー、LX600 でお見せさせていただいてます。もう本当にフルオプションですね。フルオプション。これは欲しい。1500万。これは1500万。うん、まあ、一
じゃあ聞そうね、一回聞こうか。一回聞きますか。うん。リキさん。はい。変えますか変えませんか。カイマ？ちょっと？リキ？カイマ？これ見た上で改めてもう一回見に行かれますか？車。ちょっとまた違った見方できる。まあそうですね。ちょっとじゃあ、ね、行きますか。これはほんま欲しくなるね。ねえ。さあ。松田力選手、力選手もう一回聞きますよ。改めてお車を見て、これが僕の車になるんですか。そう、もう仕様ほぼ同じです。うん、諏訪さんにあれじゃない、あの力が今日乗ってきた車と交換できますかできませんかっていうちょっとそれも一応聞いてみよう。いいですか、菅さん、ちょっと。どうじゃあ、菅さん、大変失礼な話であるんですけど、今日、松田選手が乗ってきた車と、この LX の最高級車を交換できますか、できませんか、お願いします。交換。はい。交換。できお社長に確認します。社長に確認はしてくる。一応ね。一応。社長来てはりましたから。確かに。確かに。じゃあね。もう、次、交換できません。できません。僕はこれぐらい言ってきます。交換できません。もう、胸筋すごい。胸筋すごい。すごい。急に、急に、急に、めっちゃすごい。好きなんだよ。好きなんだよ。じゃあ松田選手、もう一回あれ松田選手、LX 買いますか、買いませんか。LX 買います。買います。おー、まさか。保留で。保留でね。もう相談ね。奥様にね。相談して。奥様にします。相談しなきゃね。自分一人で前向きに建造と、はい、いうことになります。いや、これはかっこいい。これが22、うん、これ今22のオプションで設定してるメーカーさんのホイール。こっちはホイールもまたかっこいいし、こっちは25センチ。違うわ。センチじゃない。間違えた。25インチ。ちょっとなんかまたぐずったぐずった。重たいですよ。カメラも歪むな。もう地獄。いやー、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。貴重な時間を。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。